ございます。グレです。今回ですね、ちょっと久々のね、プロセカ動画となるんですけど、ちょっとね、皆さんにね、言いたいことがありまして、今ね、イベントでね、トウヤくんのイベントが、来ておるんですけど、アキトくんもいる。アキト、アキトくんもいる。アキトくんがめちゃめちゃひょっこりはんしてるのはとりあえず置いといて、今トウヤくんのイベントが来てるということで、ちょっとね、編成についてなんですけど、皆さんね、イベント周回するとき、編成を決めると思うんですよ。今このイベントボーナス対象ってあると思うんですけど、ビビバスとクールタイプを、同時に発動させると、めちゃめちゃそのここのねボーナスが上がって、より経験値がもらえるよみたいな、いろんなボーナスもらえるよみたいな感じなんですけど、大体みんなね、イベントメンバーってセットして、このクールタイプって合わせて、おすすめ編成するんだけど、ちょっと見といて。いくよ。これみんな衝撃受けるかもしんないから、ちょっと観覧注意でお願いしますよ。いきますよ。はい。やばない？これやばないね、これ。これやばない、マジで。あのさおすすめ編成にしてクールタイプビビバスにしたらこれだよ俺。もうなんか絶望しかなくない？普通にやばいんだけど、俺びっくりしちゃってさ、俺さ、動画撮る前にこれ気づいて、普通にさ、イベント来てるから、編成したらもうこれよ。びっくりするでしょみんな、本当に。かろうじて星1は入んなかったけど、星2がもう全員よ。星さんいるかと思ったら星いやさ、俺さ、リリース当初から一応さ、プロセカやってるからさ、星2で埋め尽くされることなんてまず想定してないわけよ。でもさ、星2で埋め尽くされたからめちゃめちゃびっくりします。まあ、それ一応ね、こういう感じで、ボーナスが 2% 下がるんですけど、これでね、星4パーティー、小羽ちゃんと、あきとくんがね、変えることができるんですけど、まあ AI ってね、やっぱりね、頭がいいので、この編成の方がいいですよって言ってくれてるのでこっちやっていきたいと思います。ほら、俺が星2だからみんな消えていくもんね。そんなことしないで。ねえ、星2だからって言ってみんな帰っていかないで。俺なんか悲しくなってくるからね。あーやばい、一人になっちゃう。 M ちゃんだけはねえ、やめて。 M ちゃん帰らないで、お願い。俺が星2だからって言って帰らないで、 M ちゃん。あ、優しい。あ、この M ちゃんめちゃ、うーん、なにこのパーティー。え、めちゃめちゃみんな、めちゃめちゃみんな星2パーティーなんだけど、まあ、とりあえずね、やっていきたいのが、星2でも、どれくらい経験値稼げるのかっていうのやっていきたいんですけど、めちゃめちゃね、あれですね、みんな星2ばっかりなんで、ちょっとどんな感じになるかちょっと、わかんないんですけど、このエナなんて人がね、経験値っていうか、星3パーティーっぽいんで、この方と比べていこうかな、どれくらい経験値違うのかっていうのを、グッバイ宣言ということで、カットですね。おばちゃん、おばちゃん、エマージェンシー、レイジー、やつらがクレイ。スコアが気になるね。どんな感じなんだろうね。星2パーティーと星3を組んだパーティー、どう違うかちょっと見ていきたいね。俺さすがにね、星2パーティー結構低いと思うんだよね。さすがに勝てないと思う。いくよ。はい。ちょっと待って、それ以前の問題、それ以前それ以前の問題なんだけど、いきますよ。はい。いや、まさかのスコア俺が1位？